わけあってここから、この戦乱の真っ只中から物語は逃げんだ。ありかあんなの。逃げれんのか。この戦乱の真っ只中から物語をさらせ。てかこれ何？これなんだマジで。これなんなん？なんか特殊なフィールドだよねこれ。一応ダンジョンだよね。なんかあんのかもしれない。後半に行くと。後半にここで何らかアイテムが手に入るのかもしれない。さあ行くか。そしてこの街の人の話をさ、パートを見返してさ、リンスケを。各3回ぐらい見返してんだ俺も。で、その見返したところ、おっと。おこんな動きも。これ結構落ち着いて動けば。落ち着いて動けば結構、避けれるな。ついていけばよけれる。で、何の話したっけ、何の話したっけ。でもこれシールド使えるのだ俺は。シールドを使うわけねえか。で、レベルを、そうだ思い出した。レベルを3つの力が揃えば真の力になるぞって言ってるおっさんがいて、多分真の力っていうのはこのステータスを、いけるわけねえだろこんなの。3つの力っていうのは要するにステータスを多分3つ上げれば、俺マジックをずっと上げてなかったから、それ上がれば多分上がりっぱなしになりますよっていう。ん？こうやってして、あそういうこと、あそういうことなんだ。盾持ってたんだ。あ、レベル上がった。じゃあライフで今回。じゃあ今回はライフで。これ盾あったんだ。なんか見せかけだけかと思ってた。おい、あるなら行ってくれ盾。ずっとあったんか盾はそこに。盾は何も言わなかったけど、そこにあったんだ。ほら、盾のサイン見逃さんぞ。おい、それやめろよ。おい、おい、ビューこれてかシールド使えなかった、間違えた。今のシールド使うべきだった。なぜかってジャンプは3あれば使えるから、シールドは2あれば、シールドは1回使えるんだ。つまりあそこシールドを使うべきだったんだ。いや待てよ、でもシールドを使ったらあれが下がるじゃないか、 MP が。ダメだ、やっぱ使え。ダメだ。シールドは使え。もうじゃあ普通に行くわ。手がレベル上げる、これレベル上がってれば結構楽にやったんじゃないのか。剣の威力上がってればさ。剣の威力上がってればよ。いや、なんだその動き。あれ、あ、これ無敵時間ないのよとして。バカ野郎、調子乗るなお前。こいつほっとくとどんどん調子乗るぞ。よし、ライフ、これライフだよな。いや違う、アタックだ。そうだ、アタックを上げとけばいいんだ。そうすれば仮に死んだとしてもだよ、仮に死んだとしてもここで、そうだ、アタックを上げておくべきだった。それが後への布石となる。あ、しまった今。まあいいか。でも死ぬわよこんなの。どうする。どんどんつけ上がるなこいつ。ならんかったらこっちが攻めなかったら、こっちが守りに入ったら向こうもつけ上がるだけじゃん。であいつ出てこないぐらいの、このぐらい位置でまず虫を出してからだな。そうした。よし、やったやったぞ。またこの
のコウモリ野郎ども。お前はコウモリ野郎ども。よし。お、降りてくるからこいつ。ジャンプすんの敵いねえよな、もうさすがに。やった、これ池入れそうに。あ、これ池じゃねえ、茂みだ。でででででで、バカ野郎バカ野郎バカ野郎。道道道道道、よし。え、いや、これダンジョンかよ。こっち間違えるはずだ、多分。なんだ、もう新大陸で何もわからねえ、何も分からねえ、ここはどこだ。わぁ、どんどん。変な、いいな方向に連れてかれてる。あ、ここに行けるんだ。あそこ崩せばいいんだ。ひっ、ひっ、ひっ。あ、逃げれた。よかった。優しかった。なんと、墓場がある。もうそんなに見てる場合じゃないぞ、今。この新大陸洗礼受けてる、俺今。新大陸の洗礼でも、こんなとこで男女作るな、もう。いや、それこれもマリオじゃねえか、これ。ふくふくじゃねえか、これ。いや、求め、マリオ世界の染色体を盗み出して、この世界で犯罪を犯そうとしている。この世界を征服しようとしている宮本。許すわけにいかん。おい、宮本、それがお前のやり方か。マリオ世界の染色体を持ち帰り、この世界で悪さをしようと。許せん。とても許せるものではない。あれは、水の町、サリア。え？サリアって、あれじゃん。高齢の町じゃん。こんにちは。え？は？え？え？あ、あ、死んじゃった。え、な、え、なにこれ？これはまさか。レベル上げに行くか。レベル上げに行こう。あそこに行って。いや、いかんわ、これ。でもどうやってレベル上げる？やっぱあそこの神殿が一番いいよな。神殿が一番稼げるよな。いやいや、でも、めんどくせえな。急にめんどくさくなってきた。急にめんどくさくなってきた。いかねえ。てか、何あれ。話しかけたらこう思うになったぞ。話しかけたらコウモリになって死んだ。そしててか、じゃあどうすりゃいいの。どうすればこれだって、いちいちこれ行かないといけないの。よくない。あっ、これ一体さ、一回さ、これさ、一回こいつ確か帰った方がいいんじゃない。として、あんなやつも相手してらんないよな、これ一回。だって弱いよな、こいつ。弱いよな。弱いからさ。あれ出てこない。え、出てこないのこれ。ひょっとして。ひょっとして洞窟の敵って一回出して出てこないの。そんなバカな。そうなの。いや、多分全滅したらまた出てくるようになるの、これ。なんだよ。なんだよ、こいつ。なんだよこいつ。もういい、行かねえ、このとこ。なんであいつと関わりたくねえよ。もうあそこ行こうぜ、右上の。やっぱパラパの神殿に行こう。パラパの神殿もいいし、あ、そうだ、このコウモリ村でさ、コウモリ倒してこうぜ。ここで子供の頃駄菓子屋夜感覚でこのコウモリをだな。今の俺なら倒せるぞ。今の俺なら。おお、なんだミラクルが起きた。どこ行くんじゃん。さあ、ラクだ。出てる出てる出てる。これだと、あ、まだ出てる。これいつまでも出ないだろ、お前。いつまでも友達じゃいられない。よし、これ、え、出る。またコウモリ村。おい、コウモリ村
稼ぎ放題だというのか。1時間400円でダーツ投げ放題か、これ。おい、1時間400円ダーツ投げ放題か、これ。ガチダーツバーじゃねえか、ここ。ダーツバーだったんか。そうか、ダーツバーだったんか。ここで俺はお前投げ放題していくぞ。早く復活しろ、お前ら、コウモリ。てか、どこ止まってんの。空に止まるコウモリ。おつなもんだね。こっち来んな、お前。見極めなきゃいけない、コウモリを。もうジャンプでも使ってやる。意味ねえけど。意味ねえけど、まあ、いいじゃないか。楽しいしな。これ、まあ、そのマップ全部ずっと続くんだな、これ。楽しい、ねえ。いや、うま。最高にうまいな、これ。めんどくさいけど。けど俺は、わ、だいま。おお。これ結構すごい魔法じゃない。おい。曲芸をやろうとしたら。これ結構すごい魔法じゃない、これ。すげえ。結構操作感もいいな、これ。ただジャンプするだけじゃなくてさ。ジャンプの伸びもいいのよ。伸びのいいストレート覚えるぞ、こいつ。ただ速いだけではない。おい。伸びがいいぜ、お前。どうしんだよ、動き。よし。あと21体。カットせんぞ、俺は。一切。カット？なんだい、それは。で、アイテム落とすな。アイテム落としたら。よ、それで。これでライフ。マジックってなんだよ。まあいいや、ライフ。てか、ライフにってない？一回回復しただけじゃん。別に上限が上がってるわけじゃねえのにさ。なんだよ、ライフにって。押し付けが欲しいな、お前。何がライフにだ？アタックは2だけど。ライフにってなんだよ。別にこれで上限上がらんだろ。だって、マジックはさ、別な理由で上限上がったからさ。ライフも多分、これレベルアップじゃ上がらんのだろう。そんなの分かってんだよ、そんなの分かってんだよ。まあ多分アタック上げるだけだろうな、これ。アタック上がるだけか。まあでもアタック上げるのは結構大事だからな。本当にそうなのか。でもこれしなかったらさ、道中回復はできるじゃん、50で簡単に。それとの2択にあると結構微妙だよな。一概にどっちがいいとは言えないぞ。あえて武器を強くせずにライフをこう何回でも回復できるっていうのは、その戦略のうちじゃないのか。まあいい。ホクホクと近づいて。近づいているぞ。審判の時。あと30。6体。永遠に続くと思われたこの時間も。なんだこれ。パワー！やった！めっちゃ増えた！よし。これでマジックを上げる。そうすると。まあ特に増えんわな。うめえな。まあ倒さんでいいんだった。これでまあ保持されるってことなんだけどさ。でもやっぱ次ネクストが300になるって、ちょっとこれあれじゃない。別にそんなありがたくないんだけど、これ。そんなありがたくねえんだけど。だでもこれアタック3回上げられるんだよ、たった200で。250で。そんなありがたくなくね。あ、でも、あ、相当されてる、このやつらは。これ嬉しいな。これあんまりだろ、こいつ。なんなんだ、こいつは、本当に。もう死んだ、俺は。でもこいつは倒していくか。この敵の無敵時間なんで嬉しいな、なんか。サクッとこう。出して、サクサク挟まれた。これあいつの思うツボじゃないか。シールド使っちゃあかんよな、絶対。よし、なんとかいけたけどさ、これ。ざまだ。
あれも出ない。あ、いるじゃん別に。レッドアーリーマン、こいつ出ねえかと思った。見た今。ヒットストップ中に3連撃。こんなことできるんだ。よし、2度目。2度目となると思う、ちょっと。あれ？あれだった、あれだった。見えましたか今。マジックの消費が若干少なかったぞ。そういうことか。危ない。キッ。ひょっとする。沼地。だって、ジャンプ使ったのに、あ、これ、落として。下がってる。あんたったったった、あんたったったった。よし。見てくれ、ほら。ほら、あ、下がってる。シールドがいくらだって、これ。あれ？ん？あれ？シールド24、ジャンプ40。あれ？これ、いくら刻め？ 16 だっけ？シールド32、ジャンプ48が、シールド24、8ずつ下がってる。あ、そういうことか。魔法の、あれが下がった。恐ろしい奴らだ。まあ、しかしこう回復すればいいだろう。なるほど。魔法が何回も使えるってことか。おいおい。でもじゃあライフって何？あ、防御力上がる。ライフは。おそらく。君は？待てこれ。死ぬじゃねえか俺。いや、死ぬじゃねえか。お前コウモリだろ。よし、もう俺はお前出て入るぞ。話しかけねえ。話しかけたって死ぬんだもん。入れや、ね、入れや。マジかけていいのかこれ。ハーミーをなくしたわ。シクシク入れろや。いや、どうすんのこれ。お、入れる。よしよしよし。誰もいねえ。誰もいねえって珍しいな。必ずなんかあんの。墓がたくさんある。え、何この町。この町で一体何が起ころうとしてるんだ。え、君は？ひ？何？グーグー。魔物が寝てやがる。なんなの？魔物と人間の境がなくなってるぞ、この町。完全。話しかけてみっか。じゃあ、シールド使って話しかけてみっか。これでいいでしょ。ちょっと寄っていいかな。あなたは持っていた。パフパフ。ありがてえ。それは待っていた。う、これはボート。多分まだいけねえな。お前は。あ、初めてだな。腹は出てるけど、ひげがない。町の人以外、皮は渡せないな。ひねくれやがる。これ落ちたらどうなの？ビューオってなる。B をしてしまう。この女どもなんだ。休んで、おゆき。よし。女の世話になるぜ。可愛いからな、リンクは。この可愛いマスクで、女を落として回復しろ。これどうすれば入れんの？出てくる瞬間捉えるのかなり難しいぞ。まあいいや。あんた誰だ。町にガノンの一味が紛れ込んどる。あ、そう。こいつ最初エラーかと思ったけどエラーじゃないな。エラー紫だ。あいつまだうじうじしてやがるのか。いや、これギリで入れねえな。ギリチョンパで入れねえ。多分その鏡みたいなの持っていったら入れるんだろうな、あれ。よし。まあいいだろう。よし、じゃあここを拠点に新たな町へってことか。いや、でも拠点つってはもう俺2回死んでんだぞ。いや、これマジでむずいけど、なんかあれだな。ワクワクするな。ワクワクしてこないかね。もういいよ、お前は。ワクワクしてこないかね。さあ。おお。まあまあ持ってるけどさ。君たち。君らまあまあ持ってるけどね。お前絶対こっちじゃないでしょ。君らまあまあ持ってるけどね。いや、こっちだ本当に。ちょっとこれ
難しすぎない、あんまりにも。こんな難しさ。お、マーコーボルド。いや、おかしい、おかしい。いや、無理無理、あんなの絶対無理。